ハヤトの野望チャンネルへようこそ。突然ですが皆さんは忘れ物をしたことはありますか？僕はもう自分の名前すら忘れてしまったんですが、今日は忘れ物センターで働いていきましょう。開始。アイテム、これ忘れ物なのかな？包帯、これをテーブルに置いてください。さもないと処罰を受けます。処罰を受けるってなんだよ。お客様が欲しいアイテム、あ、日焼け止めを渡せって。え、ないけど。ない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 よ。日焼け止めなんてないよ。カメラがなくなった。あ、カメラあるよ、カメラ。はい。こいつ渡せばいいの？はい。お金もらった？160ドルもらったんだけど。ショートパンツがなくなった。ショートパンツがなくなった。ショートパンツあるよ。はい。こういうこと？ショートパンツって忘れるもん。手袋がなくなった。これ、はいはいはい、ありますあります。これお金取ってんの？お金取っ、パスポートは、パスポートはありますよ。とんでもねえもん忘れてんな。パンツ脱いだのか？どっか脱いだ。またカメラ忘れてんだけど。クレジットカードを忘れた。ない、ないわ、クレジットカード。ない。身分証忘れてる。あ、タブレットありますよ。これさ、待って待って待って、忘れたの渡してるのわかるけど、本人確認してないんだけど、これ大丈夫？待って待って待って。本当にこの人のやつなのこれ。クレカとかもあるけど。クレジット、あ、クレジット、クレジットカードあったけど、これ、いや、じゃ、待って待って、本人なのこれ。待って。確認してねえけど、ガバガバすぎんだろ。もうなんか、誰でもいいから渡しちゃえのやつやんけ、もうこれ。極秘ファイルがなくなった。それを言っちゃってる時点で極秘ファイルじゃないのよ、もう。あ、カメラありましたよ。はい。カメラありました。何これ、唐辛子スプレーとかあるんだけど、何これ。あ、上海のチケットありますよ。本人なの？これどこなの？空港かな？空港っぽいよね。あ、ピンクのメガネ。はいはいはい。おむつ、ヘアブラシ、ジャケット。なんか忘れそうな、忘れなさそうなものが結構多いな。あ、包帯、はいはい、ありましたよ。はい。あー、これお金入ってくる。めっちゃうめえ。ローマの搭乗券がなくなった。はいはい、ありますよ。はい。ベビーパウダー、あります、あります。はい、ベビーパウダー。ちょ、ケージの中の猫。待って待って待って。他と同じ扱いなのかよ。一日多い。忘れ物多すぎだろ。取りに来る人も少ないし。っていうかカメラ何人か忘れてる人いたけど、本当にちゃんと正しい人に渡せたのかさっぱりわからないんだけど。確認してないし。805ドル。12万円ぐらい儲かりました。正確に、あ、12人に正確に渡せてるって。間違えて渡したものゼロってことになってる。たまたま運が良かった。確認してないからな。売りたいアイテムをカートに入れてください。前に売りたかったアイテムをカゴに入れて売ることもできます。え、なにこれ、売れるの？売る？忘れ物売ってもいいってこと？これは何？あ、値段を表示するとかある。お客様番号をコインドラッグして自動的にお客様を呼び出し、シート処分する。これ、買ってみる？客を呼ぶことができるみたいな。もう15ドルしかなくなっちゃったけど。こんにちは、セキュリティポリスです。お、うわ、やばい、すいませんでした。時にはあなたに機密のドキュメントなどの請求があります。手伝ってくれるのなら必ず損しないよ。怪しくねえか。なんなんだ。あ、ほらほら、見て見て、ほら、クレジットカードとグッキファイル QR ついてる。多分これを、この QR で読み取ったら、受け取りに来るんだよ、これ。幸運を祈ります。はい。え、なんか嫌な感じなんだけど。猫、拾いに来いよ。猫ちゃん、猫ちゃん、どうすんだよ、これ。おむつはもう拾いに来ねえよ、そして。ヴィンテージカメラがなくなった。ない、ない、そんなもん、ない、ないよ。あー、どんどん増えてくんだ、これ、ないやつ。いやー、これは困ったな。あ、おむつがなくなった、あるあるある。なくなったっつうか。使用済みなの、使用前なの。フェイスクリームがなくなって、ユーカリクリームでいい？はい。ああー、ちょっと、なんで間違ったら金取られんだよ。おかしいだろうが。何様なんだよ。バカじゃないの。あ、宝飾品がなくなって、あ、宝飾品、はいはい。どういうことなの？ヘアブラシがなくなった、あるあるある。結構増えてきちゃったな。大きい財布がなくなった。ある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 。はい。うわ、財布は本人確認しろよ、さすがに。もう毎日財布なくなったって言ってここに来ればもう仕事になるやんけ。服誰も取りに来ねえな。服取りに来いよ。手袋ないかも。手袋ないわ。結構ないもの多いね。ケージは猫取りに来た。お前、ちゃんとせえよ。B さん、ミャンマー、チケット多くなってきたな。革ジャケ、あるよあるよ、はい、革ジャケ。これ整理しとかないと分かんなくなりそう。服こっちで揃えようか。ベビーパウダーありました、はい、はい、はい。あ、極秘ファイル来たよ。え、極秘ファイルは、あ、来た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 、はい。極秘ファイルではない、もう。誰か中身見てるかも。中身見たかったな。
何やってんだ、ミャンマーの搭乗券はあるよな、持って帰れよ。あ、まあ、これは許す、これは許す。まあ、まだ許せる範囲。で、許せる範囲のやつと、許せねえ範囲のやつがある。あ、あと待って、これ今のうちになんか並び替えといた方がいいかもな。ヴィンテージカメラ。はい。これでヴィンテージカメラ来るはず。あ、ヴィンテージカメラありますよ。はい。いいんじゃない？絵本。はい。まったくよ、ちゃんとしてよ。プラハの搭乗券がなくなった。はい。チケット忘れすぎだろ、こいつら。めっちゃチケットあるんだけど、どこにも行けないやけど、2人同時は無理。ない。無理無理無理。フェイスクリーム。はいはいはい。ていうか、なんでさ、こいつらはさ、10秒ぐらいしか待たねえの。なくしたのてめえなんだから、もっと待てよ。あ、お金を渡せ。やばいやばいやばい。あ、頭を何回か叩いたらいなくなるって。え、めっちゃ金取られたんだけど。あ、いやいや、うわー、ふざけんなよ。ちょっと待って。何これ、厳しすぎん？泣いている一人形ってなんだよ。不気味だから早く取り、極秘ファイルなくすんじゃねえよ、おめえら。取りに来たすぐ。泣いている西人形。何これ、10ドル？バンコクの、あ、はいはい。もう、搭乗券余ってるんだけど、絵本がなくなった。はい、絵本、はい。待って待って、強盗来すぎ。もうこの日だけで3人も強盗来るんだけど、警備員雇った方がいいんじゃないの？ミャンマー。いや、まあ、ある、はい。誰のチケットかわかんねえけど、もういいわ。もうあげる、あげる。別になんか俺困んねえし。あ、来すぎだろうが。強盗来すぎだろうが。バカじゃねえの。もう終わりだよ。スーツがなくなった。お、スーツ来た。ドラの、あ、シャツ、やっと、服がちょっと回収された。今度は保険ファイル。ファイル忘れすぎ。空港に忘れねえだろ。保険ファイル、あ、はいはい。ゴミ箱あるんだけど、捨てれるよ、これ。ネックレス、はい。もう絶対この人たちのやつじゃないの渡してるから、もう何日も前のやつだもん。ベビーパウダーあったな。はいはい。クレカはもう、絶対誰かに持っていかれたんで、ゲーミングはノートもあります、はい。うわー、高い。6万ぐらいもらえるんだけど。忘れ物。買った方が早いやつない？これ。おい、ちょい。東京のチケット、はい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 。辞書。辞書はないかも。あったっけ？ないよな、辞書。これフィギュアとかもう取り込んだろ、これ。忘れたことを覚えてないんじゃないの？コモントレーディングカードも絶対取りに来んと思う。レアならともかく。てかもうなんか、明日からしばらくやんない方がいいと思う。あまりにも狙われすぎてる。さあ、翌日。さらに大きなテーブル。お客様の忍耐を増加させる。これだ！扇風機。ブラックマーケットの闇商人来たんだけど。はい。時々相手も要求するからゲーム機とか子供かよ。助けてくれれば何かいいものをあげるぜ。子供か？こうやって使わないといけないのかな？おぉ、ここで犬忘れてるやつがもうな気になんなくなってきた。口紅とか、もうちょ、何があったかわかんなくなってきてる。ミニスカート、あ、はいはいはい。あなたのかはわかりませんが。ちょっと履いてみてもらえますか。青いジャケット。あ、服がちょっと整理されたのはいいですね。ネクタイあるよ。絶対こいつのじゃない。何日前だよ、これ。植物図鑑、絵本。なんか絵本なかったっけ？カリンバ。カリンバ、カリンバって何？待って待って待って、カリンバわかんない。カリンバなかったっけ、さっき。あー、待って、カリンバって何だったっけ？フィギュアあるよ。あ、カリンバこれだ。うわっ、強盗が来すぎ。首マグロ、はいはい。テーブルが狭い。テーブルが。カリンバ、はい、カリンバ。ニューヨーク、ない、ない、辞書は図鑑じゃないよな。ニューヨークの途上券、今入れ違いでなくなったわ。あなたのだったかも。誰かにあげちゃったかも。あ、うわ、255ドルも取られた。鍵がなくなった。誰の鍵かわかんない。おめえの鍵なのかよ、本当に。絶対ちげえだろ、これ。ん？ T シャツがなくなった。T シャツ。ケージの中の犬がなくなったんじゃねえから。おめえの管理不足だから。なくなって一言みたいに言うんじゃねえよ。いや、あかんぞ。あかんぞ。それはあかんぞ。タブレットはなくなった。じゃあこれあげる。別にお前のじゃなくてもいい。俺、金入ってくりゃまあいいや。とりあえず。電子書籍リーダー。いや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 。厳しいな、もう物増えすぎてて。早く詰めてくれ。何？どういうこと？どういうこと？どういうこと？何？どういうこと？早く詰めてくれ。カバン持たせばよかったの？コミュニケーション不足も甚だしいよ。5秒ぐらいでいなくなったし。保険ファイルなかったっけ？ブレスレットは、こっちか。あー、保険ファイル、ない。童話集。童話集渡さなかったっけ？あった、はい。香港搭乗券、はい。やばい、忙しい、もう。
ちょ、もうちょっと待ってくれたら見つけられるんだけど、もうちょっと待ってくれたら、ない。イヤホンない。あるかもしれないけど。いやー、もう物でいっぱいになってきちゃった。まずい。ちょっと整理すっか。服系とか。ちょっと一日の最後に。こっちが服だろ？で、ちょっとこの辺にアクセサリー置いて、ひとまとめに。で、貴重品。で、この辺は上がチケットで。サンダル取りに来ないな。右下家電にすっか。そして。いいんじゃない？一日を終える。テーブルでかくしたいな。もう置けないよ、これ以上。客がチップをくれる確率 25% アップ。これだな。あ、待って待って。ここに物入れたら売れるかも。もう誰も取りに来んやつ。あ、手袋来た。辞書も来た。確かいたよな。イヤホンがなくなった。イヤホンないっすね。ん？あ、ちょっと待って。辞書。辞書、はい。パーカー、パーカー、パーカー、はい。やばい、もう忙しすぎて。無理。あとなんかもう一個あったと思うんだけど。スーツがなくなった、スーツ。パスポート、はい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 。ゲーム用 PC あるよ。はい。イスタンブール？おー、ちょ、待てよ。早いんだよ。待て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 。気が短すぎだろ。あるのに。イスタンブールあったのに。一回全部捨てちゃう。同時に来るんじゃねえ。ラグ中、あ、もう無理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 。これ渡せなかったやつ捨てた方がいいのか、もう。どうなんだ、これ。サングラスないわ。ないないない。植物図鑑あるよ。はいはいはい。これ捨てるとか。あ、極秘はやります。はい。地図あります。はい。はいはい。猫出てきた。もうめちゃくちゃだよ。サングラス今来たよ。セーターがなくなった。セーターあるよ。あー、渡しちゃった。ごめん、ない。どっちに渡しても俺は構わなかったんだけど、渡しちゃった。結婚指輪がなくなった。じゃあもうそれ出てこねえわ。植物図鑑ないないない。なんか違うの渡してみるか。はい。ビーチハットあるよ。はい。トゥードゥーノートなんてもう取りに来んやろ。んなんで同時に来るんだよ。口紅あった気がするけど、あ、なんだ、バンコクはもう多分間に合わない。おー、ふざけんなよ。ギフトボックス。ギフトボックスなんかあった気がする。はいはいはい。ブリーフケースあります。はい。じゃあ、おまわりさんには渡しとこう。やっぱこういうつながり大事だと思う。トランプ取りに来るか ?300 円くらいだろ。イヤホン、イヤホン、宝石がなくなる。絶対お前のじゃねえだろ。懐中時計なかったっけ？あるあるある。もう5日前ぐらいのやつだから絶対違うんだけど。結婚指輪またなくなったの。ある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 。おお、またまた、もうない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 。イヤホンねえよ。あ、これ捨てていい。もう捨てて、捨てよ。捨てよ。トランプあった気がする。はいはい。これさ、捨てよう。もうなかったことにしよう。なかった記録なかったことにしよう。ね。お、これ入れたら売れるかも。なんか、金目のものさ。何売ろうかな？なんか売れるよね。何売ろうかな？猫売ろうかな？絶対違う飼い主のが良くない？こんなかわいそうに。あ、ラグジュアリーバッグ売ろう。って、これ、売れないの？あ、売れるやんけ。あと、かさばってるやつは捨ててもいいかもな。これいつのチケットなんだよ。そして、まだ使えんのかよ。財布中身だけ抜いて捨てれないかな、これ。めちゃくちゃなんだけど、もう。もうペナルティー。間違えて渡したんだよ。適当に渡したんだけど。あ、でも結構金もらったな。テーブル拡張が欲しい。テーブルが狭い。あ、これ売れんのこれ。いくらで売るかみたいなこと？え、いいの？じゃあ、150ドルで。よし。なんか忘れ物の履歴がなくなってちょっと楽になった。イスタンブールあった気がする。よしよしよし。服はもう捨ててもよくね？かさばるし。いいぞ。お金を渡せ。記念品あった気がする。これか。はい。服多すぎ、服多すぎ。何これ、何取りに来たんだ、ね、いなくなれって。何も言わねえとわかんねえよ。早く詰めてくる。カバンでいいの？カバン渡してみたけど、よかったのかわかんない。保険ファイルがなくなった。そんなのなくしちゃダメです。ない。早く詰めてくれって、ギフトボックス？いろいろ取られた。クイーンアグラあるよ。木製の櫛、あ、なんかあったかも。はい、はい、はい、はい。ドアッシュはないかも。もうあってもわかんない。なんでこれ、デディースライム。トゥードゥーノートあるよ。ヘアブラシもある。よしよしよし。財布は誰かにあげちゃった。鍵の忘れ物が、手袋ある手袋あるよ。はいはいはい。手袋高いな。なんで3人同時に来るんだよ。ドラのシャツ。サイコロおもちゃある。冬用のコートあるある。よし。保険ファイル、誰か忘れてる人おったな。保険ファイル忘れてる人いた。
はい。木製の櫛渡しちゃったよ。ないよ、もう。ない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 。剣ファイル。早く詰めてくれ。あ、これか？カバン的なやつだったらいいのかな。お、猫マジかわいそう。カリンバ、はい、カリンバ。口紅、いやいやいや。もう絶対自分のじゃないけど、まあなんか、いいんだろう、多分。物は一緒だし。めぐりめぐって必要な人のところに行くんだよ、これきっと。あれ、なんか、残ってる量増えたな、減ったな、はあるかもしれないけど。もう、なんでこん、なんかみんな行き急ぎすぎなんで、もっと待てば渡してもらえるのに。あ、あ、テーブル拡張ちょっとお金足りなくて買えない。くそ。あ、売れたっぽい、これ。カバン。カバン売れたっぽいわ。よかったよかった。売れてくれた。あ、クレカ来た。パスポートも来た。冬用のコートも来た。いいんじゃない？木製の櫛あるよ。はい。はい。前に取りに来た人と違うんだけど。マドリード。はい。シャツ。シャツって、シャツじゃわかんねえよ。はいはいはい。シャツがなくなったってさ、どんなシャツか言えよ。シャツ、あ、ね、お前な、しっかりせえよ、猫ちゃん。ネックレス、はいはいはい。うわあ、スカーフ、はい、あるよ、はい。財布、あるよ、財布あるよ、はいはいはい。MP3 プレイヤーなかったっけ？ないかも。これ、ね、左から流れてくるやつは回収しないとやばいんだ。青ジャケ、はい。お金がすごいマイナスになっちゃう。万年筆ある。これ持ってってください。誰のかわかんないけど余ってます。わ、誰だお前は。あ、もう置けないよ、こんなの。ざけんなよ、もう。万年筆ね、もうあげちゃった。ない。また入荷したらご連絡いたしますんで。今、ちょっと品切れなんですよ。早く、早い。革ジャケ。ないわ。懐中時計はある、早い。とりあえずないって言っとけばいい説がある。とりあえずないっつっといて、やっぱりあったら、この QR で呼べばいい。あ、MP3 プレイヤーあるじゃん。待って。MP3 プレイヤーあるよ。あるわ、ここに。MP3 プレイヤーあります、あります。はいはいはい。よかったよかったよかった。革ジャケもあるよ。革ジャケもある。スーツがなくなった。じゃあこれ。ちょっとサイズ合うかわかんないんですけど。好きに使ってください。何？早く詰めてくれって言われても。めっちゃミニスカの忘れ物あるな。ミニスカ脱いでんじゃねえよ、空港で。何してんだよ。取りに来ねえな、かわちゃん。ショートパンツ。あー！ビンテンドーゲーム機来た。ビンテンドー、これいいな。ビンテンドー。ビンテンドーゲーム機いいな。はい、これでテーブル変えるようになった。素晴らしい。でかくなってなくない？テーブル。テーブル、まだなのかな？デモ版だからまだなのかな、テーブル。くそー。宝石がなくなった。マジ、ここに来て貴重品がなくなったって言えばもう無限なんだけど。イヤホンなかったっけ？ないかも。ビンテンドーゲーム機あるよ。はい。もうお店屋さんの気分になってきたな、だんだん。早く詰めてくれがわかんない。地図あげる。なんか何でもいいのかも、あの人は。なんかあげればいいんだよ、多分。拡大鏡なんか全然使ってないから。早く詰めてくれ。じゃあ、おむつあげる。わかんないな。マジわかんない。スーツがなくなったらあるよ、スーツある。何でもいいわけでもなさそうだな。いっか、なんか、ゴミ渡せばいい。ずっとあるもの渡せばいいだけかも。あ、上海あります。マドリードあるかな？あ、マドリードもあります。はい。自由に乗ってってください。イヤホンあるよ！はい。輸入ワインボトルあった気がする。はいはいはい。なんかもう、なんか中古屋さんかも。中古屋さんだよね。明らかに売ってるしな、これ。鍵はダメだろ。鍵はダメだろ。ブレスレット、これでいいですか？ドバイ、ある。はい。ロンドン？ロンドンありますよ。中古ですけど。パリはある。はい。結構チケット売れたな。なんか、金券ショップみたいになってきたかも。ブリーフケースあるあるある。あ、また猫来たんだけど。動物忘れる？家族やぞ。そのうちなんか子供忘れたとかなんか出てきそう。誰なんだよ、お前は。ノートパソコンなくなっちゃった。これでいい？あー、ただのノートパソコンがあんのかよ。くそ。パイプ。な、あった気がする。ない。モバイルバッテリーはあった気がする。パイプ？パイプ？ある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 。はい。二人来て片方しかない。あ、同じもの二個は来ねえんだな、これ。このビーチサンダル誰も取りに来ないんだけど、捨てるか？もう。ハットも取りに来てねえから捨てるか。しばらく誰も取りに来てないやつ捨てていこう。もう誰も来ないだろう。ペットボトルなんて捨ててもいいだろう。なんで？あ、あれかも。まだ取りに来る可能性があるものは、捨てたら罰金取られるかも。捨てても罰金取られるのと取られないのがあるわ、これ。マジで？だいぶ厳しいな。
結構ペナルティー取られた。だいぶペナルティー取られたんだけど。セキュリティ評価 0.2。ひでえ話だ。スーツケースもいらないんだけどな。 B さん帰ってきちゃったよ。ピンクのメガネあるよ。はい。よし。出だしは好調。出だしは。強盗がさ、来すぎなんだって。おかしいな。木製の櫛ある。おむつね、あげちゃった。財布来たな。中身だけ欲しいな。レインコートなんてあったか？あるじゃないか。植物館あった気がするね。お、なんかこれ、すごい寝かして、ついに渡せて。ちょっと気持ちがいいな。お金。財布渡せばいいのかな？お金を渡せって。プラハ？あるかも。こんだけあればあるだろ。あ、わかったわかった。なんか、何あげてもいいんだ。きっと。余ってるもん全部渡そう。あの人来たら。わかってきたわかってきた。かさばるやつを渡せばいいんだ、あの人。持ってってくれる。回収業者だと思えばいいわ、もう。お、来すぎだろうが。フリー強盗かよ。おかしいだろう。どっかで情報出回っとる。SNS で。お、猫泣いてるよ。猫取りに来いよ。もう なんだよ、これ。強盗しか来ねえよ。催涙スプレーしないと来るのかな？いや、マジ、なんか、客の7割が強盗になったんだけど、もう。どうすんだよ。いや、無理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 。いやー、フェイスクリームどれだよ。いっぱいあってわかんないよ。カリンバ、カリンバーン。スカーフ。ボトルって言われてもなんで？ボトルってなんだ？ボトル。あったわ、ボトル。極秘ファイルありましたよ。おばわりさん。ガバガバすぎんだろ。3日に1回極秘ファイル忘れてるじゃないか。やばいだろ。教育ちゃんとせえよ。あ、猫ちゃん連れてってあげてください。大事に買ってください。ここにいたらかわいそうだからね。ちょっとあまりにも。革ジャケないわ、革ジャケ。あるあるある。もうな、絶対違う飼い主のとこ行った方がいいからな、もう。包帯、これコナン君の忘れ物やんけ。結婚指は捨てたんじゃねえの、これ。捨てたんじゃねえの、違う？忘れ物なの？泣いている石人形。こんな呪われそうなもの忘れないでくれる？また極秘ファイル忘れてんだけど、ばっかじゃないの。あ、マジ。ちょっと、もうダメだと思いますよ。おまわりさん。チケットすごいことになってきたな。ドバイあったな、今。はい、ドバイ。この辺のガチャガチャしたやつ取りに来てほしいんだけどな。もうなんか強盗が来ることに慣れたんだけど。すぐ対処できる。包帯。はいはいはい。いいぞ。今日調子いいな。今日調子いい。カリンバってこんな特殊なものそんな持ち歩く？そんな忘れる？ユニバイも取られるよ。パスポートあった気がする。あ、パスポートあった気が、あ、もう いなくなっちゃった。渡せなくてもまあいいか。渡せなくてもいいんだな。左のやつを回収する方が大事だ。地図。木製の櫛。あー、なかったかも。ヘアブラシ。ない。ニューヨーク、ある、あります。はい。いつのチケットかわかんないんだけど。もう過ぎてるだろ、これ。パスポートなかったっけ？パスポートないわ。ミャンマーない、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 ないってことにしとこう。とりあえず。バンコク、あったような気がする。レインコートある。レインコートある。いやいやいや。ヴィンテージカメラ、ある。東京。はい。よし。わー、スーツケース、捨てよう。もう入んねえのよ。ブリーフケース。はいはい、ありますよ、マリさん。ペナルティーは少なかったけど、渡せなかったものも多かったな。時計買うか。時計高すぎんか。あー、終わった。デモ版の内容これで終わりです。面白かったなー。面白かった。はい、というわけでここまでです。いや、製品版出たらやりたいね。え、皆さんもね、こんなもの忘れたことがあるよっていうのあったら、ぜひコメント欄で教えてもらえると楽しいかなと思います。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃまたね、バイバイ。